おふくろの親父の田舎がその鳥取県の山奥だったんだ。うん、でそこに帰るしかないわけ。おふくろのおふくろはもうその前に死んでるから。45で死んだって言ってた。それで船に乗って帰ってきた。その帰ってくる時はまた壮絶な。貸していただいたら。あ、それは後で。おふくろの一番上で男3人いた。全員4人と親父と、俺のじいちゃんと5人で帰ってきた。うん、そんなもんな、内地で暮らしてるやつなんか邪魔もんじゃん。また食い口が減るだけだもん。まあね、食べるに収入源ないからね。そう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 。で、そうやって帰ってきて、女が就職すると結婚しかないじゃん。なんか好きも嫌いもねえよ。だから、なんか出世する男を彼女の今までの暮らしの中で見つけた。あ、こいつは出世しそうだなと思ったらしい。うん、で、結婚したんじゃない。おだから今度はおふくろは弟を3人連れてるから、親父がこの3人のまた就職口面倒見てやったりとかしたんだから。うん、だから好きも嫌いもね、そんなんじゃない、もう生きるため、生きるためだよ。これが本当の仙骨だと思っちゃったんだけどね。ガツンだよ。今日の2人、船木雄一の別名の本を参考にしたってのは知らなかったんですよ。あ、知らなかった。書いてあったから、うん、別の名前じゃないですか。うん、船木雄一と結びつくとは思わなかった。あ、そう。いや、船木雄一来たもんね。そうそうそう、ライブに来たんだもん。ライブ来てくれて、あれすごいですよね。でもネットに上がってるじゃないですか。木屋さんが上がってくれたのかな。うん、3年100ドル、ね、船木さんとの対談を、ああ、見よく見てるな。そうです。ファンなの。ファンなの。なんか絡んでるわけ。まあ私が結構動画をアップしているのは小さいですけど。すごい人だ。これがしてほしいんでしょ。あの人すごいですね。ハクさんが、うん、登場人物が、はい、考えてることに伝えたら、そんなことしたらダメになってましたね。全部自分が考えてると。あんな作家いないですよ。うん、だから大ちゃんが船戸雄一の小説を読んで作ったんや、うん、歌があるわけね。そうそうそう。今日のだから山猫の夏、山猫の歌かな。山猫の夏が一番初めだった、うんうんうん、だからその小説はそのままをタイトルにしちゃったけど、うん、そればっかりだと脳がねえなと思って、だんだん違うタイトル付け出して、うん、夜のオデッセイアンっていうアメリカ大陸を訪問する話は、その中にウイスキー・ジョーとブランデー・ジョーと2人出てくるんだよ、うん、ベトナム帰りのな、うん、で、あ、ウイスキー・ジョーいいなと思って、うん、あれちょうどね、こたつ入ってたんだよ、うん、なんか作んなきゃなと思ってヘイヘイヘイっていうのが浮かんだんだよ。あ、ヘイヘイウイスキー・ジョー、あ、これいけるいけるだって金谷さんがビデオ撮って韓国雑居房だってこんなとこにトライ入れられてたんだ。雑居房ですか。ここにいっぱい人がいたで、ここから中か、飯、それで、あそこのトイレはがトイレ、あ、トイレありますか。暗がり、あ、剣の形で作ってるんだね。本当だ。監視しやすいよ。うん。粋な監視がいたんですか、ね。粋な監視の計らいで。天国でパーティーがあったんです。監獄でパーティーがあったんです。これだけどこれは厳重なスピンだね。